食だなチャンネル木曜日本田です。よろしくお願いします、はい。今回、紹介させていただくのはこちらなんですけど もう枯れているように見える植物、そちらをね紹介したいと思います、ね。なんかもう、まあね、葉っぱもなんかないし、色も茶色くて、ね、もうとても生きているように見えないかも分かりませんけども、これでもちゃんと生きている植物なんです、まあ、こういうちょっと個性的な植物がね、世の中にいますんで、これいくつかねちょっと紹介したいと思います。僕手前のちょっと見にくかったやつありますね。一つこれ見きましょうか。さあこちらオエセオクラデスって言うんですけども、これ実は蘭なんですよ、はい。これ葉っぱなんですけども、どうですかこれ、このなんか茶色くてこの蛇の肌のようなこの模様入ったところ、はい、なんかもうとてもねもう生きている植物のように見えないかも分かりませんけども、もうこれでもしっかりと生きている。ちなみに枯れてるとこんな感じになりますね。ここ枯れてる部分ね、はい、こちら枯れちゃんと本当に枯れちゃうとこんな感じになるんですけど、生きてるところはこれね、でもとても生きてるところもなんかねもう枯れてるように見えますけども、この模様がなんかもうなかなかかっこよくないですかこれね。え、なんて言うんでしょうね、これほんまにまさしく蛇柄というかね、そういう感じがするかと思いますけども、こういうのもね葉っぱが魅力のランなんですけどもね、まあ、こういうのもありで、でよいしょ、次どれ行こうかっていうこともないけども、そしたらこれ行こうか、後ろからよいしょ、はい。これもなかなか良くないですかこれ、はい。これねユーフォルビア、ね、まあ、ユーフォルビアっていろいろとあるんですけども、あのまあポインセチアとかもユーフォルビアとかね、まあ、そういったところで有名なユーフォルビアもあるんですけども、こちらは、ね、ユーフォルビアは、ね、プラティクラだって言いまして、まあ、ほぼ、まあ、葉っぱが、ね、もう退化している状態で、まあ、茎だけなんですけども、どうですかこの感じ、なんかうねうねうねと、ね、しながらも、でもうこの肌の色なんかとても生きてる感じがしませんよね。でもこういうのかっこよくないですか、ね、最近こういうのもね、たまにお店とかで並んでるのかな、なんかゾンビプランツとか言われてね、まあ、まさしくね死んでるけど生きてるような、はい、そういう植物です、はい。こんなもかっこいいと思うけどな、はい。でこちら次したらこれもかっこいいね、どうこれたまらない、はい、セロペギアって言うんですけどもね、これも茎どうですかこれ、これも葉っぱがほぼね退化してるんですけども、はい、まあ、こういう茎がずっと伸びていってね、ちょっと覆いかぶさったりね這うような感じで育っていく、そういう植物なんですけども、これもこの肌の色模様なんでしょうね、これ艶もなんかなくてね、ちょっと不規則な、はい、濃淡があって、これもどうですか、もう人によって気持ち悪いかな、でもこういうのがね生きているっていうのがね、まあ、不思議で面白いかと思うんですけども、はい、飼いながったり、よいしょと、でもう一個こちら、うん、こんなも好きな、どうですかこれ、この枯れた感じ良くないですか、キナンクムって言うんですけどもね、これまあズルズルでね伸びて、ね、広がっていくもんで、これも茎でね、はい、葉っぱもほぼ退化しちゃってます、はい。で、まあ、これ表面茎の表面はね不規則にまたね突起というかイボイボがあってですね、もう何でしょうね、ほんま生きてる感じがしないというか、はい、むしろなんか植物にもちょっと見えないんじゃないかっていうね、そういうデザインしてます。まあ、こういったねちょっと不思議な、ね、色形した植物っていうのがやっぱりありまして、まあ、こういう植物ね、まあ、こういう見た目ですごく変わってて面白いんですけども、まあ、こういったのはどうやらね、まあ、擬態といいますか、主にこれ、ね、並べてるのはね乾燥地とかねそういったところに生えているもので、まあ、そういったところでやっぱりね、まあ、草食動物がおったりするんですけども、そういったところでこういうねいかにもなんか死んでるぞってもう生きてないよ、いろいろな葉っぱなんかつけずにね、はい、いかにもちょっと枯れてるような植物もうこう存在を消すことができるということがあります、まあ、そういったことでねこういうね、色とかね模様形をしてるんじゃないかというふうに言われてるんですけどもね、まあ、そういうちょっと変わった生き方をしている植物たちなんですけども、でもこういう個性的な植物ってやっぱすごく魅力的だと思いますんでね、まあ、お花好きな方ね、可愛いお花もねもちろんいいんですけども、こういうのもねぜひねどっかで見つけたら、ちょっと入手されてですね育ててみたらいいんじゃないかと思います、はい。植物こういうの楽しいですよ、ぜひ育ててみてください。